かゆー。はいはーい。おかゆー。はいはーい。どうしたの？今日はおかゆと、うん、夜間警備デートだよ。デート？うん。夜間警備お仕事デートだね、これ。お仕事デート？うん。やっぱ警備って多分仕事だと思うから。警備員。あ、そうね。そう。うん。だから、お仕事デート。うん、お仕事デートだね。お仕事デートってなんか、なんか、エロゲっぽくない？え？え？おかゆ？タイトルがさ、お仕事デートっていうタイトルが、そう、響きが、そう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 、あー、そうかな、ちょびちょび、そうかな、そんなこと考えたこともなかったよ。そっか、しおも純粋だからね、ピュアだから。うん、おかゆしか多分そんなこと思い浮かばないんじゃない？でもさ、うん、見てる、うん、みんなも配信始まる前に、うん、サムネイルの嫌がってるしおの顔見て、あ、出た。しおんちゃんのこの顔興奮するみたいなコメントいっぱいあったよ。ね、それで気持ち悪って言ってたよね。そんな人いるの？気持ち悪って言ってたよね。そう。でもね、なんかね、多いんだよね。なんかさ、スーパーチャーでさ、なんか罵ってくださいみたいな。うん、あー、でもわかるよ、気持ち。わかるの？なんかこう、しおんはさ、うん、気持ち悪いってこう可愛く言ってくれるから。あー、ね、なんかさ、かわいそうじゃない？なんか、あー、本気で言っちゃうとね、うん、その優しさがあだとなってるんですよ、しおんさん。うん、つけ込まれてます。次はちょっとガチでいこうかな。キモ。あ、かわいい、かわいい。おかゆもそっち側の人なんだけど。そうだよ。あ、そっか、そうだよね。うん。